またその人はその人なりに最もその
くそこの純粋の最も洗練されきった生きる姿勢としての大切さ、それでこのみんなその人はその人なりにっていうんだから落ちこぼれはない、試験を受けてね、受験試験、それで不合格ということは、もう場面すればその人はその人なりにっていう。それで、しかしながら、またその人なりの自己の生涯、本当の大人なり、あるいは最も宣伝されきった生きる姿勢っていうんだからね。だから、もうね、どうしてもね、ただそのまんまでいいって言うんじゃない。やらないと。これはね、そういう意味で、あらゆる人に勧められていい座禅なんだし、また同時に、あらゆる人に勧められなければならない座禅だっていうことね。これが、道元禅師の座禅の根本です。で、だから、あまねくの三、道元禅師が三座禅に書かれてるのもね、そういう意味で、あまねく人に、あまねく、勧められていい座禅、あまねく勧められるべき座禅として書かれてる。ところがね、世間の人っていうのはね、この、全く愚かだからね、あんまりその、根本的、話が根本的になると、もう、寸法になっちゃうね。大体、寸法が全くポカーンとしちゃって、それでそれは、何もしなくていいんだと思う。それで、例えばね、空気っていうとね、これ一番無色透明の空気が、正常な空気が一番大切なのは、わかりきってんだ。だけど、無色透明、正常な空気って言ったって、誰も、金出して買おうとしないじゃない。それに対して、色付けし、味付けし、匂い付けして、まあ、例えばタバコでも売り出したら買うじゃないか。水でもそう。水でもね、無色透明の水が一番ありがたいに決まってるんだけど、これに何だか色付けし、そして味付けし、で、なんですね、ジュースとか、なんとか変なことして、売るのね、あれ新幹線でもさ、乗ってても、もう本当に、あれだ、いつでもジュース売りに行くじゃないですか。ジュースよりはそらの天井の水の方がいいわけだ。だけどジュースとかなんか言うと金だ。で、同じくですね、今、道元禅師の座禅も無色透明っていうのね、ほんとこれはもう商品化じゃないんだね。これで商品化じゃなくていい。ところがその商品価値のない、座禅じゃ商売できないって言って、今度は改めてね、座禅すると悟り開く。そういう色付けですね。そして座禅すると腹が下がる。体力ができる。そういう、色付け、味付けした座禅を売り出す人が出てくるわけだ。そして事実そういう座禅が流行る。それで、ところがね、そういう、座禅して、早い話が、ただ、その人なりの人生態度っていうじゃダメです。結局、座禅して、個人的技量、生き量がつくぞって、そこが嬉しいんだね。結局、座禅して、俺だから偉くなったってね。それで、俺悟り開いたって。そういう、その、誰でもそれを誇りにしたいっていう、そのための座禅修行を考えます。それで、そのためなら金出し。それで、そういう座禅が流行る。しかし、そういう話になるとですね、結局、そういうのは、どれほど悟りに近づいたか、そういう段階ができてくるんだ。無階級の座禅っていうね、道元禅師の座禅は無階級。無階級の座禅って言うんですけどね、ところがそういうのは階級がついちゃう。それから、合格、不合格だっていう。で、落ち込ん
汚れができる。そしてまた、その俺の悟りとあいつの悟りのどっちが、それでもって、競り合いを起こる。だから、すぐ問答して、勝った負けだね。言い出すな。ところがそういうんだったら、もう普遍的にあまりく進められていい座禅でなくなってる。世間の人はそういう個人的に技量、技量、そういうのが作るのが嬉しい。ところがそれだったら、普遍的宗教としての仏法、仏教を拝見した座禅じゃなくて、これは仏と少年の座禅じゃなくなる。で、その決してね、だから、本当のものっていうのは無色透明というところが大切なんだっていうのはよく知っておく。で、腹鼻にはね、前奏っていうとどうしても骨太め、ね、そして、少なくとも私のような朝男じゃ、前奏としては通用しないわ。いや、そう考えてる人多いね。それだったら、座禅っていうものは、もう普遍的宗教としての座禅ってなくなった。いや、早なしがあれだ。死んでからでも、お金があればこそ、葬式にしてもらえるっていうね。言うなったから、それは本当の葬式じゃない。それはもう、金がなくても、何でもかんでも、誰でも彼でも本当の印象を渡すって、それで本当の宗教になる。それで、その点ね、今、仏と少年の座禅というのは、そういう無色透明なのが、大切なんだ、ね。まず一般人の世間の頭を入れ替えなくちゃ、これでしょ。仏と少年の座禅というのは、わからないね。それで、ところが、そういう仏と少年の座禅というのが、本物としてこう見るとするとね、そういう個人的悟り開いたり、医療がついたり、いろいろ座禅がね、いわば座禅が病気してるんだ。座禅そのものの病気だ。そういう座禅そのものの病気、これ昔の品はではね、病気の人では、針を打った。昔の品なのは石切針のトイレ、それでそれで、いわゆる壺っていうのを刺激して直したっていう、そういう意味で、今、座禅師、そういう病気の座禅を直すために、道元禅師が書かれたということですね。これが正文言の座禅師。それで、それから、この前読んだ、断では、仏祖少年の断念の本則としてね、万事前事の、この前のところ、初めに、約三行動大事だする人間とあれの、お過ごし資料を言う。まあ、これ普通に言えば、木の月、何をかしようせん、こういう読み方。しかし、これは資料を見る。あるいは資料、資料、資料亭。これも資料、この資料亭を資料亭って、まあ、普通にはやるけど、資料、資料亭。じゃあ、そういうの、資料亭、いかに資料、資料をね、これがまあ、道元禅師がいつも言われる座禅の法則です。で、一番大切なのは、ところがこのね、今の場合、普通だったら僕の父何をか資料亭、この資料亭は資料亭、資料亭いかん、いかんが資料亭、資料ってほんま、普通に読めば問答になるから。ところがね、この道元、この、正文言論っていうのは、もう今まで読んできてもらう、わかるようにね、どれもこれもね、いちいちの言葉をね、仏法として、道元禅師が読み替えられて、そしてね、
その仏法の深さを提唱されてですね、そしてこの羅蓮宗の巻はいよいよね、それがあれだ、いちいちの言葉なんで、もう羅蓮そのものを言う言葉になってですね、そういうつもりで、だから普通の、世間的なあの読み方で持って読んでるともう全くわからない。ところがこれだから資料を資料点っていうのもね、この資料点は資料点じゃなくて資料点じゃなくて資料庫、資料庫の庫はね、どれもこれもっていう資料をするどれもこれも資料点であるっていうことね。何年もなんだ、何年もなんで、資料はどれもこれも資料点である。それからまた次の羅蓮においては資料亭以下の資料、その不修理羅蓮というものは不修理亭のところで以下の資料をしている。以下というのはね、あのこれだとこう決まっているじゃなくて、以下というものでこうあのあれかこれかって、あれかこれかってこう決まって掴むんだ、掴まないまんまなんだ、あれあれかこれかじゃない、その掴まぬままの資料だって、いかん資料。それからまたその資料っていうのね、資料っていうのはどういうのかというと、資料が資料を形成しない、資料っていうかはっきりした形になる、また不資料が不資料を形成しない。結局の話で、この羅蓮というものはそういうものだ。いちいちのことは、それを言う羅蓮そのものを言い表してた。それからまた、羅蓮する限りは、そういう基準にかなった。羅蓮しなくちゃならないということを言われてるわけです。で、まあ、そういうこと、そういう、資料が資料を形成しない、その、資料ってどういうことかって、もっと分かりやすい言葉で言うと、この前に言ったように、その我々、超三千歩八百里、朝のうちに、あの、三千歩で、ね、頭がくるくる回転して、いろんなことを思えているらしい。だから、歩八百里というのは、九年に来てから、また、その、くるくる回りして、八百歩を思えているらしい。まあ、つまり、朝から晩までいつでも頭回転してるとね、この頃のように全てが夜型の人間になると、その反対かもしれないけど、朝800、もう3000になるかもしれないけど、とにかく、まあ、いつも頭働いてる。しかしながら、それでもってそういう頭の働き、考えたことでもって我々くるくる回してる。で、どうしようかどうしようか、くるくる回してる。いるわけですね。それで結局の話、行き詰まって、それでもって自殺でもしようかということになっちゃう。ところがな、それほどの頭の、いろんな思いが浮かんできて、結局はね、そういう頭に浮かぶ思いそのものはね、その本当の根本は何かって言ったら何か、早い話が、我々夜、熟睡している。その熟睡中でもちゃんと息してた。俺は死んだけど、事実を息した。それと同じなんだ。そうしてみると、我々頭が、でも思い浮かんだことを追いかけるから、大騒ぎする。なにそれがそのまんまって言ったらばね、寝てる時の呼吸と同じ、資料は資料を形成しない、不資料は不資料を形成しない、それが非資料ですね。だから不資料って、資料はどれもこれも不資料って、資料ってはどれも
として健全でしない、それが資料なんです。で、結局何年でもそういう、つまりお前は頭の分岐が見やかしてる姿勢だもん。で、ところがそういう、その我々資料生命力でいいけんだ、いいで、だから資料って言ってもこういうところは持ってっちゃダメだ、なんか神秘的境界がこう考えるからダメだ。大手なみんな誰でも彼でも事実、夜寝てる時もちゃんと息して、そして翌朝息、目が覚めてちゃんと、あ、前の息が続いてたって言われて、これは死んだことであると同時に、これが、これは資料じゃない。それでしかし事実生きてるんだね。で、そういう生命力で生きてる。そういう生命力がまた私の頭にもいろんなことをいろいろ思い浮かべさせるんだ。で、だから我々の頭を持って治療もするわけだ。しかしながらまたそのあれですね、こういう生命力でもって我々誰も持ってくるんだ。誰も生命だ。ところがこの誰もが考える姿勢じゃない。で、それこそ資料も、資料って、資料って、そのまんまな、いかん資料、資料そのまんまな資料っていうことですね。で、つまり、資料、そういう、資料の生命力を持って、資料の画面をするっていうのは、これは死なもん。それだから、座禅とは天地いっぱいの力を持って生命が、天地いっぱいの生命が、天地いっぱいの生命をする。天地いっぱいの事故が、天地いっぱいの事故をするってことですね。それで、そういう天地いっぱいの生命力、資料っていうことはね、これはもう、我々の、頭でも、頭を物差しにしてね、測れるもんじゃないんだ。全く、我々の目で見ることができるもんじゃない。これはですね、我々の目そのものが、目そのものを見るってことはできないのと同じだ。これ、向こう側に置けばこそね、あれ雲だってこうわかる。いや、私宇治川辺にいつも毎日歩いてたからさね、こうすると宇治川辺にいろんなことがあるわけです。向こうの方からね、雲がやってきて、あ、今日は降りそうだなって思いながら歩いて、向こうの方に雲がある。あ、明日はもう降ってるって、八幡山だけなんかで降ってる。皆さんそういう雲のことを見たことがないから、ちょっと話がね、通じないかもしれないけど、雲っていうのはもうあるとね、ずっと雨が降ってとか、パパッともう、見えてる。それがね、刻々近づいてるからね、あ、あれが、こっちに来るまでに、土手渡って、うちに帰れるだろうなってね、こう測ってる。測って、まあ、急いで歩いてる。ところがね、あそこが向こうにある間は雲だって分かってる。ところが降り出したって言ったらもう分かんない。雲どこ行ったの？とにかく雨が降ってる。もう雲の中に入っちゃったら雲って見えない。そういうもんなんです。これまあ、仏さんだ、神さんだってね、世間の人が言うけどね、仏さん、神さんってね、向こう側置いてっから、あれ仏、あれ神って言うんですよ。ところが本当に仏さん、神さん、全く私自身がいる、そのところに、その中に入っちゃった。あれ仏って、そんなこと言えないのね。そうでない、もう事実。あ、俺の、心臓動いてる。あるいは俺、夜中でも息してる。俺、もう、神様、仏様なんて持ち出す敵がないんだ。
みんなね、それで仏だ神様だってありがたそうに言うって言って、それで僕は仏だ神様、スーッとすぐにやる。そうでない、これ今だと、こういう道元禅師と言われるのはね、だから仏とか神とかって、そういう向こう側の話じゃないんだ。そういう事実って言ったからね。そうすると、あ、事実雨が降ってる。俺の心臓動いてる。俺、世の中から寝てても生きてる。そういう話になる。で、これはだからね、測れるものじゃない。向こう側の話なんだ。そうすると、ただ断念するのがしょうがない。もう断念してる。ちゃんと、心臓も動いてるから。血液も循環してんな。そして、風も吹いたりな。何もかも、ありめ通り。ありのまんま通り、ただすまん。これしかしながら、あれだ。資料の、血いっぱいの生命力そのものなんだ。そういうのが大事。だから、まあ、この前読んだところで、ちょっと見てください。この前の、十兆の、それ以前、この今の資料の話が出て、それからそれに続いて十兆のところの、五行ですね。いわゆる資料を資料すること、霊老なりと、家のも、また、資料性を資料するには必ず資料を用いるない。要するに我々、資料を使用したら、資料の生命力を生きているのは明らか。しかしながら同時に、もうだから、資料性を資料するには、資料を用いるんです。だから、今、断念することも、資料の、生命力を持ってやるんだ。で、資料に種我を投入する。いや、資料には何かがある。その何かが我を支えてるっていうことだね。投入というか、ほぼ認知だ。資料に種あり。彼我を保留する。ごつごつきたとえまれないとも資料のみにあらずごつごつきを保存するなり。だからね、それで断念するのも我なんだが、その我は資料のみにあらずごつごつきを保存するなり。我ってやつは考えるだけじゃなくて、その資料もなぜこうすることができるんだっていう。俺ってや、俺っていつでも妄想書いているかしょうもないのかと思い込んできた。そうじゃない。その、頭手放しにして、なぜすることもできるんだ。で、ごつごつに金かごつごつの資料って、もう何年したら誰がどんなものだって思いは測ることができるない。聞かれますなぁ、ひごつごつは仏教にある、法上にある、土壌にある、手上にあらざんか。結局、我々の頭にはね、どうしてもあらゆる意味で、誰にしものを測れるものじゃない。ところが、こういうね、誰をすることって、そのまんまが行仏なんです。それこそ行仏。仏さんを行じてる。で、その行仏を座禅してる、行仏たる座禅をやってるときにね、改めてね、他仏ってね、仏になろうっていうのを持ち出さなくちゃいけないね。他仏なんて問題ない。だから、他仏も図らず、大悟も無さぼらしない。しかし、そういう、他仏も図らず、大悟もむさぼらずっていう、座禅がそのまんま他仏が仏になってる。だから今度、あれですね、
영수주 사람이 아무리 바라다를 살리는 고한 멘토와 날 이것은 요구주와 다붙이자 요구주와 소모마마 요구주다 요구주 소모마마 이제 신주주 사람이 다붙으면 この病で作り変えて改めて仏になるとたぶんするんじゃない。で、ガロを打破すれば、ダブツさらにサブツを与えるって。この今言う、妖物だ、サブツだ、神物だ、そういうようなね、言葉を打ち破ってみれば。そういう、妖物だ、サブツだ、神物だってのは我々の頭が言ってんだからね。それを打ち破ってください。ダブツがそのまんま発生をダブツであってもいいね。ダルモが発生ればダブツさらにタブツを耐えず。で、焦燥陰まじ。これは頭の話。一切の二つに分かれる以前のところに座っちゃったら、ね、一切二辺を超えれば、千個万個ともに元より仏に紛れる力がある。座ってしまった限りね、仏になろうと、ま、あの、魔になろう、悪魔になろう、どっちにどう転んでも本意のしだ。そうすると、千個万個、あの、それこそ、今の永遠と、くっついてるんだからね、分かれる以前だから、千個万個。仏魔を超えて、そして進歩体を、退いても、進んでも退いても、親しく溝に満ち、闇に満ずる、情ある何か、もう、一切処罰。どっちへどう転んでも、生命ならざるを与えて、それだけね、今はあれ、あんなことあるって、そういうもの。それから、その、あれなんですね、今日のところは、こう、こういう、この前読んだ、妖物サブツの話について、こういう妖物サブツのね、もっと、はっきりさせるためにね、これからの南岳大師と馬祖の話が持ち出される。で、まあ、これ、今日のところを読んでいきますと、ちなみに南岳大へ前陣南岳するに三十神人よりこの方すでにダメです。ここで大学年次というのはいわゆる馬祖大師と言われている人だ。それが、まあ、師匠の南岳営業、この南岳大へ前陣の営業に南岳するに三十神人よりこの方すでにダメです。三十神人というのはもう、獅子、爽快した後っていうのね、師匠の弟子と通じ合った後、別中っていう、天慶さんの別中にある、南岳大師伝っていうのを聞いてね、この以下に出てくる話はね、ただ、南岳禅師が、馬祖大師がね、南岳から、三十神人を受けていなかったという話だと一生懸命書いてるけどね、この天慶さんというような人は、ここにはっきり三十神人よりこの方って書いたんだから、俺は三十神人よりこの方だって来て読んでて、ただ何も、そうでないって来て頑張る必要ないと思うよ。で、とにかく、これだから以下の問答はまたね、世間話だ。南岳異常禅師と馬祖大師と心が通じ合って、それで二人でもって仏法を奨励しているって話として読んでいます。で南岳ある時、大学のところに行っても、大徳、座禅して、この何をか測るか、まっすぐな僧侶。
生懸命断念してるけど、あんた一生懸命断念してるけど、一体何の自慢なんだろうね。測るっていうのは、一物を置いといて、これまず断念なら断念って、一物を置いといて、その他に何かのつもりを加えることだね。そして、断念して、あんた、何にするつもりか。肌が丈夫になるつもりか。あるいは、スタミナをつけるつもりか、体力をつけるつもりか、あるいは検証をするつもりか、悟りを開くつもりか、あるいは仏さんになるつもりか、何かのつもり、これは断念を、断念というものを置いといて、それから他に一物を測るわけだ。まあ普通に言う、断念して、その何をか測るってはそういう話。ところがここに、この鳥静かに、三球すべし。まあ普通、誰して何のつもりだっていう話ならね、これ何も不審じゃないんだ。それなのにここには、この鳥静かに、工夫三球すべしってあるんだから、これ普通の、何のつもりって、まあ、単独つけるつもりか、検証するつもりか、そんな話じゃないんだってことはここに言われてるわけね。その家は誰により向上にあるべき図のあるか、誰より超えたね、何か向上のつもりがあるとか、あるいは誰により確認にすべき道の今だしか、誰より他にね、何か積もるべき道がある、それがまだできていないわけ、こういうもの。あるいは、すべてずつでからなる、こういう向上とか格言とか、こういうつもりの話じゃないのかってこと。すべてずつでからなる。当時、座禅というのに、いかなる図が、図か、延長すると問題するか、審査に工夫する中です。当時断念するんですが、断念しているその時に、断念しているその時に、いかなる図か現状をすると問題するか、審査に工夫する。これね、ここで道元禅師は、いわゆるそういうつもり話の話じゃなく、さっと切り替えられて、そして、図の話にしちゃう。断念しているその時にどういう図が現状しているのか、図っていうね、この図もね、普通の地図や何かの図じゃない。これ図っていうのもこれまた一つの仏法の言葉として読む。だからこれこの道元禅師のね、消防弁の話、ことにこの前のところに、普通の、もう、常識的頭で持って見てちゃうと、全然ね、話違うんですよ。だからもう、頭うんとこう、切り替えて、読まない。じゃあ、この、道元禅師がこういう文章を書いてるのは、そういう頭の切り替えをさせるために書いてるんです。それで結局ね、仏法の図、図って言ってたら、これは仏法の図だ。そうすると、仏法の図っていうのはどういうのかって言ったら、二つに分かれる以前って言ってる。それが、頭で考えないことをいつでも、我々の頭っていうのはね、分別するから。あれ、これとこう、まず自分と見てるものと、見るものと見られるもの。それから、これってね、自分と世界と他人、自分と他人と全てを分けるね。それでこれとあれとってこう分ける、全て2つに分けちゃうんでしょ。これ今本当にあれだ、今言ったように、その神様、たとえ神様でも、あれ神様だって言っている、この神様
この頃で生きてるからね。今このそういう話だから、ずっと生きて向こうの図に見られた図じゃないね。見る見られる以前の図だ。それをもってだからね、まああえて言うなら図星の図だね。ズバリ図星ってズバリ図星の図だ。でこれは決して図形の図じゃない。ズバリ図星、こういうふうに読み替えられちゃう。法に座禅せるに必ずか、延長すると悶着するか、震災に工夫する。そうするとね、今度、こういうふうに 図の意味で発言してみると、座禅、図庫十末ね、座禅、図庫十末っていう、このあれはね、決して座禅してる。この何をが測るのかって、座禅ってのはね、この十万っていうのこの言語でもって十万とか陰語とかいかんとか何とかってね、そういう言葉はね、全てあれかこれかって分かれる以前の言うんですね。あれかって言うんだったら、あれかこれかってこうズバッとこう掴んじゃうんだったらね、もういかん何っていうんじゃない、何とも掴めないもの、そういう二つに分かれる以前を言うために言う何。だから鬼滅の部分、これ何っていうのを言うことを今回我々の頭はもう鬼滅奮闘してる。さっきも言うように頭、思い浮かべた浮かんだ考えの中にこうあって組み込むから何だ何だって言うんだって。この、ただ夜寝てる時の呼吸と同じように、ただ頭に浮かんだり消えたり浮かんだり消えたりねしてるっていう、そのまんまとしてるんなら鬼滅ふんふんこれ十分。それでそういう螺旋には頭って掴みようのない生命リズムそのものズバリの結局こういうズバリ図星の図ですね。鬼滅奮闘これ何のズバリ図星の図ですねっていう、そういうことになっちゃう。それで潮流を愛するより進んで神流を愛すべし。これはね、あの石膏、昔石膏っていう人がね、非常に竜のね、彫刻だとか、竜の絵だとかもたくさん集めて、そして、まあ、部屋に飾ってたんですね。ところがある日ね、竜、これは真竜だね、本当の竜が、結構やった。あれほど俺のね、その彫刻とか、その絵とか、まあ、俺の偽物をね、愛してくれてんだから、本物の俺が繰り出した。なお、喜んでくれたのってね。まあ、サービスのつもりで、結構の部屋の中にぬっと顔を出した。こうしたら結構気絶しちゃって。そういうやつ多いんですよね。もう、草原選手の誰がいいって、全然持って坊主になっていなくて、それで、くせまいて、くせまいてたら、そしたら、その日のうち、逃げ出してました。私がよくそう言ってやってるのね。決して君はこの草山に行ったこの道元寺の誰がいいって言うんだから、だからいわば神竜に出会うんだから、そのつもりで君が今まで愛してるのは潮流を愛してるでしょ、神竜の逃げ出すんじゃないぞって言ってやるのに逃げ出した。こういう面白いやつですね、大水が潮流は。ところが今そういう神竜潮流の話ね、そういう風に使われてるんだけど、今の場合はその潮流っていうのは誰、神竜っていうのは本当の仏さんか、そういうその二つ、そういうあれとして呼ばれ
様がいれば、今進めて上流を愛するよりも進めて心情を愛すべし、これはまあ当たり前の話。ところが上流心中ともに運無の能あることが確証しかし、これはまあいい話がこれで変わってくる。今まだその偽物と本物の運がぐらいの話だ。ところが今その仏法の話する十となるとね、二つに分かれる以前っていうのが仏法なんですからね。そうすると潮流とか心流とかっていう、そういう分別以前、それがこそが仏法っていう流です。そうすると今度潮流は潮流なりに仏法ですね。あれを分母の脳がある、だから心流は心流中分母の脳がある、それを学習する。つまり座禅というのはね、一切二つに分かれる以前のところに座るんだっていうのが大切ですよ。俺ダメなんだって言って一生懸命座禅してんだけど、俺さそれ嫌がらないんだ、そんな、そんなね、じゃない。もう事実座禅した限りは座禅怒れる、座禅の真っただ中で、決して座禅という向こうから雲が来るぞって、そんな話じゃないんです。向こうの雲の話じゃないんです。座禅したら座禅、雲の真っ只中、これも思っても思わなくても信じても信じなくても座っても座らなくてもっていうところも座る。それでいいですか。だからこれ縁を期することの中で、縁を制することの中で、縁に感情になる。ここはまあこれも縁が多分金は座禅と僕はしてるんですよね。縁にとってね、縁も金も縁界一枚の座禅で座る座禅一杯の座禅なんだからね、縁も金もないんだ。まだ向こうから雲は遠いなんて言ってる話じゃない。縁も金も分かれる。要するに身で座禅する心で悟る、そんな身と心と分かれる意味です。だから縁も金もよく完熟あるでしょう。金を禅することなかれ、金を知ることなかれ、金に完熟なって遠近ともに完熟し探求しなくて、目を軽くすることなかれ、目を重くすることなかれ、耳を重くすることなかれ、耳を軽くすることなかれ。一見百分にしかずっていうかと思うと、一番目やる、この耳で聞くことの方が、もっと言って、その、親しげるっていう言葉もない。なに、目と耳とすると、あれ、どっちか、こう、地域数に持って、あれするけどね、女、目と耳と、わかる以前が大切なんです。樹木をして、聡明ならしのです。つまり、縁だ、金だ、耳だ、目だって、分かれる以前の、一切二つに分かれる以前の生命、実物に感じをしなくちゃ。それで、そういう、一切二つに分かれる以前のところに聡明をなくちゃ。だから話が全く常識の話じゃないってことをよくあれしながら読んでくださいよ。常識の話とは関係ない。法廷医学、無差別、これも普通に述べた差別を図る。これ、まあ、一生懸命なぜしてるけど、お前は大事なぜして何のつもりだ、仏になるつもりだいう言葉のように見えるね。ところがそうじゃない。無差別。この道は諦め察すべし。差別と同種というのはいかにあるべきぞ。仏に差別とせられるを差別と同種するか、仏を差別するを差別と同種する。
にあるべきホストコンの魂から読むの仏に差物せられるを差物と同種するか。だってなぜっていうのは仏さんの人生の姿なんだからね。だからなぜが仏なんだ。だからそれを座禅をする限り、この座禅っていうのを仏に差物せられるのが差物だとも言えるね。要するに座禅、もうこれ普通仏さんというとお寺の本堂にこのあれ、そこにかぶってるもの、お仏像を仏さんと思っていて、そうじゃないですよ。本当の仏の、あの元々あった座禅、それの模型がお寺に飾ってあるわけです。それをね、あの今それを見せるか見せないか。せめてそれ、観光料を年金取るとか、そんな、そんな、もういろんな発展のようなもんだね。本当に心はっていうのは、心、私も坊主になる以前はね、奈良や京都の仏さんに知ったら何とかありがたいのかと、多少思ってる、いないことはなかったね。そこがなぜするようになったか、ありがとうなぁ、見る気にもなる。あんなもの、承認価値を置くのが、それでその商品価値を置いて、そしてそれから税を取るとか、税を取らないとかって、それでもってああいうものを店物にしてると儲かるんだから知るんだね。それっていうのは全ての人がさっきも言ったように本当の当たり前の空気っていうのが大切とは思わないで、それに店物の空気が好きなんだ。本当の水が大あのありがたいと思わないと、偽物の水が好きなんだ。すべて偽物ばっかりに集中するから、そこに商品価値がつく。そしてそれを偽物にすれば、また、儲かるし。そうすれば、そいつ、税金払わないのが、間違ってるし、取りに行くやつは出てくるし、間違いは間違いを思うんだって、その作業者よく言ってる。間違いは本当に間違いは本当にね、仏さんというのは自分がする座禅、こういう座禅を今我々がさせてもらえるって、俺はありがたいと思う。ただば座禅に私が仏へ株立てられますのに、株と出られるを株と通します。あるいは仏を株するを株と通します。座禅が仏なんだから、その座禅を自分がするのである感じね。そうすると、俺が作物するのだ。仏を作物するを作物と同種する。そういう道理もある。あるいは、仏の一面質、両面質するを作物と同種するか。座禅というのはね、聖保元堂の伝道話にもあったけど、ある座禅するとね、十方北海三日、極道の分類、皆、共に真実、両上手にして、相手が自己紹介だとね。押すと一般座禅すると、すべてが悟りきらず。こうしてみると、この座禅してる感じは、いろんな仏さんが出現するわけだ。それで、いや、座禅してるとね、温度としての加減でね、このいくら座禅してても、その頭が湧いてくるように、ふつふつと、思いが浮かんできて、しょうがないことあるんです。それでも、実は座禅して、その限りには、あれだ、そのまんま、煩悩、妄想物だ。それでも、浮かんできたってそのまま手放しにして いる限りは煩悩妄想仏になる。そうかと思うと、そのサーッとねして温度と湿気の加減でサーッとして、俺いかにも悟ったって気分にならないことがない。実際これも
もう運命だって言って泣いてるのかと思ったら、こっちの方が胸が潰れて。